二度と戦争はあってはならない、起こしてはならない、してはならない、日本も世界も平和であり続けてほしいということです。このことを戦争を知らない次世代に語り継ぐことが我々の務めでもあります。今ののの平和なな時時代がそにに犠牲になった人た人ちの 国の平和と家族の幸福を願う強い思いの上に気づかれていることをきちんと受け止め忘れてはいけないと思うようになりました式典には戦没者の遺族らおよそ900人が参列し戦没者に献花しましたまた小池都知事は式典の冒頭で東京オリンピック・パラリンピックまであと1年です 先人たちの願いだった夢と希望にあふれた平和な世界を次世代へと引き継いでまいりますと述べました。